プレゼンの3グランプリ目は、個人戦ですね。個人戦で、アイテムがなんとキラーとスタートトゲゾー固定というところで、1位のやつはもうトゲゾーがガトリングのように飛んでくるので、1位でもキラーとか出るらしいので、それでうまく回避していくゲームらしいんですけど、ちょっとやってみないことにはね、わかんないですね。でもさ、キラーずっと出てきてくれたら、まあ、これ完全運ゲーだからね。完全運ゲー。まあ、実力が出るっつったらもうキラーの切るタイミング、ロングキラーの場所とか、それぐらいになるんで、これもうね、お前にもチャンスがあるよ。いや、今日はね、お前かなり整ってるから大丈夫だよ、ゴリラ。いけ！とりあえず、アイテムボックスを逃しちゃいけない、そういう戦いになる。じゃあ、俺が1位に出てやるか。俺1位に出て、トゲゾー回避しまくってやりゃいいっちゅう話だよな、おめえら。うわ、最初からカーブを失敗しています、このゴリラ。さあ、どういうものが出てきた？おらー、くたばれー、俺様が1位だよ。何？いや、これどこどこどこ、何？私が回避したはずだったのに、いない、助けてみんな、待って、うれー、あ、そこで嫌い、ショートカットで使えばよかったんごねー。トゲがキラー追いかけてる、同じ速度で。いや、キラー来い、キラー来い、いやー、いやー、ない、くそ、待て、ホッピー、アホピー、くそ引けねえ、引けねえ、いや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 、でもいい位置につけています、アイヌ先生選手。いや、でもさ、これみんな多分後ろでキラー2連とか狙って、うおー、キラー2連とか狙ってるわこいつら。で、まだ2周目、だいぶお祭りルール楽しいじゃないか。いや、これどこからでも逆転可能、神ゲー来たわ。マリオカート神ゲー始まってるな、これ。スターダブルか、一番弱いんじゃないスターって。いや、キラーの介護官だからな、これ一番良い、このカスタマイズが。あ、ちなみにチームタグついてるけど、もうチームタグ全く関係なしの個人戦でございます。うわ、スター2連弱えよ、弱えって、お前なめんな、マリオカート。あ、でもここで履けるな、ここで履ける、ここでチェンジしておこう、どんどん。レインボーゴリラです、エターナルレインボーゴリラ誕生しました。トゲゾー俺じゃなくていいアイテムナンバーワン。まあ、キラーどこで履くかだな。雷ないんで全然キラー持ち毒かは分かんないね、ちなみに。持ち毒か分かんないけど、ダーン一人殺して巻き込んでいく。でこれ温存しすぎるとマジキラー出なかった時詰むから。で、ここダブルは絶対条件。うわー、無理、取れないなら無理しない。いい順位、いや、こういう順位でいい。1位なんだよ俺が、来たー、1位。いや、でもここ2位譲っていい、トゲ来るから。トゲ俺に来ないで、トゲは俺に来ないでください、トゲは俺に来なければなんて、待って、助けて、いけ、抜かせ、いけ、愛の選手、うわ、トゲを、うわ、いけ、よし、うわ、ふざけるな、こんなとこ、なんで俺がそこでトゲ受けなきゃいけないんだよ、ふざけるな、熱すぎ、激熱すぎ、このバトル。いや、惜しかった、今。キラーの切れるタイミングがクソ悪かった、カーブのところで切られたら曲がりきれねえよ、特にこのクソデカタイヤは。惜しかった、夢を見せてもらった、でも夢が見れ、おー、激アツじゃんこれ、ちょっとやみつきだぜ。おい、マリオカート毎回このルールにしてくれねえか、おい、楽しいルールじゃねえかよ、もうどこ行ったらいいかわかんねえ、メリメリマウンテンとか行こうや、お前ら。さあ、みんな思いのコースを選んでいますが、うわ、クソビッチガーデンやん。クソビッチガーデンはワンワンの放し飼いで有名な超危ないスリリングなステージとなっております。ここでもルートいっぱいあるから結構おもろそうだよな。いや、でも今ね、マジ惜しかったな。あそこでキラー切れて、しかもトゲが飛んできたらちょっとね、運が悪いわ。運が悪かったからな。でも今回のゴリラ、一味違いますや。まずね、何にせよコースが分かってないのが一番カスです。とりあえずこれ使っちゃう。でもみんな温存してんだよな、こいつら。こいつら生意気にね、温存してんだよこいつら。こいつらマジでも多分温存した方が強え、これ最初。実は温存した方が強えの。最初前出る意味ゼロだからな。前出ていない、前出るメリットゼロだ。いや、これどうする、いつ切るのか、今でしょ、いつでしょうか、いつ切るか迷うね、これ。でもさ、ちょっとトゲ来たら、片方トゲ来たらもうさっさと打った方がいいまであるね。でもね、途中までこれ多分3周目が一番重要だわ、このルール。3周目ゲーなんだよな。だ、ちょっと俺にちょっとふざけんな。こんなとこでトゲを受けるな。
何やってんだ、教えはどうなってんだ、教えは。まずい、起き落ちる。まずい、でもここ絶対取らなきゃ、まずい。スター、あー、いいよ、ショートカット、いいよ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 。とりあえずね、2周目の2周目の終盤、3周目の差し掛かり、いやー、お前そんなところで飛び抜けないで。オッケー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 。いやー、いい、悪くないけど引かれていくから、ちょっと場を巻き返すためにこれ使おう。形勢逆転、うわー、アイテム、あー、でも切り替えられないからオールオーケーか。いやー、助けて助けて、うわー、社長を殺す、社長を。みんなすごすぎる。いや、これ本当にスターでなんとか命をつないでいくゲーム始まってるって。よし、あいつらを壁にしよう、あいつらを壁にして、俺は行けるタイミングで1位になる。社長、終わるんですよ、あなたはね、ここで。かわいそうだね。あ、あいつ、え、どこ行った。うわ、クソ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 、待て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 、俺がここキラーで前に出る、キラーで前に出ます。うわ、でもいい、けいけいけいけ、殺せ殺せ殺せ、ここ使う、危なかったから、ここ使うしかない。待て社長、うますぎ、あいつ管理、管理がうまい、管理は。よっしゃ、俺のタイヤスター持ってやがる。待て、俺が行く。アイテムどこ、アイテムどこ、ここアイテムどこ、ここここどこ、ここ、あ、いた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 、俺が行く、俺が行く、俺も何でも切れ、何でも切れ。よし、これ絶対勝った、絶対勝ったでしょ、これ。勝たないわけがない、勝たない理由ない、勝てない理由がない。いけ、超えろ、全てを超えろ、愛の選手最強、愛の選手最強の優勝。いやー、キングオブゴリラ最強、2位で狙っていたのさ。悪いな社長、その一瞬の油断取らしてもらいましたわ。来ちゃー、神ゲー、待って、愛の戦士、愛最強、強すぎる、強すぎる、神ゲーだ、あまりにも神ゲーすぎるよ、このルール、面白すぎるよこれ。ちょっとハマっちゃう、俺中毒だ、もう中毒です、このルール、このルール面白すぎる。レインボーロード最後にしよう、メリーメリーマウンテン行こう。いや、これちょっと神ゲーすぎない、これちょっとイージーです、イージーゲーム、これ誰でも勝てるわ。お前らこれで遊んだ方がいいぞ、フレンドと。これやばい、そのフレンドってどこで売ってるんですかね。はーい、花ちゃんのところマジステージ意味わからんかったからな、ここな。いや、優勝ある、今ね1ポイント差でかい、1位と2位が22でタイで、そこ1ポイント差で3位、まあ、実質2位だから。これ、いや、激アツなんだよな、このゴリラ、激アツゴリラ、本当にクソデカタイヤベンツ最強、クソデカタイヤベンツゴリラ最強。おい、トゲ飛ばしてみろ、カスタマー、ビヨってんじゃねえぞ、俺が1位だよ、ほら早く投げてみろ、俺じゃねえか。ちょっと待って、うわー、やだやだ、助けて、ジュイエム、めちゃくちゃ飛んでくるじゃねえか。ふざけんじゃねえぞ、これさ、誰かがトゲ投げたタイミングで投げた方がいいわ。あ、じゃあそれじゃダメなんだ、それじゃあダメです、スター打っちゃうからね、スター放っちゃうからダメです。じゃあ小出しにね、どんどんトゲ出たら出していくのが一番いいよな。これどん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 ガトリングのように射出していく、それが一番良さそうだな。いや、ここ結構出し、うわ、どこ切ってんの、逆半切ってるよ、逆半切ってるよ、あれを取れない、取れない、取り方一生わからない。あそこの取り方何、ドリフトかけちゃいけない可能性 25.89% ぐらい出てるね、かなりあるね、それぐらいある。なんで俺がトゲじゃなくていいよねこれね。でもボンボン投げるわ、トゲね、多分投げ毒だ、もう1位の状況。あー、でもマップ見たらわかるのか。いや、でもさ、多分投げ毒だわこれ。トゲゾは多分おそらく投げ毒のアイテムに入ると思います。これキラー一発、キラー一発出して、キラー一発出さないともうこれ無理。はい、勝ち、はい勝ち。まあ、ここ大砲越えてからでもよかったな、キラー大砲超えてからでいいよね、こういうキラーね、君。これ大砲超えてからで、めちゃくちゃ長い間キラーが息してる。キラー君すごい息してくれてるけど、スターのギラー欲しい、花ちゃん殺す、腹いせ花ちゃん殺すマン、腹いせに花ちゃんを殺してやりましょうよ。気持ちよかったぜ、初めて人を殺したか、なんてことはね。あ、ここ多分ドリフトかけちゃいけないんだ。ハークマン、ハークマン、トゥルントゥントゥルントゥントゥン、ゴリラマン、アイテム入れ替えまーん、来たまーん、あー、スタート、なんだその活気動画、うん、流星のゴリラ、うん、ビューン、あい、しゃー、アイテム欲しかったね、アイテムが欲しかったね、これ、うん、ビューン、これさ、もうキラー、キラーで巻き返すしかない、これキラーゲーするしかないわ、ここから勝つ、勝てる未来、キラーゲーだけ、はい、来た、勝ち、あ、だからさ、大砲のところでさ、キラー使ってもあんまり意味ないんじゃないの、これ、でも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 、ここからすごいカーブがえぐい、そしてアイテムダブル欲しかったけどね、キラーを出してまだ問題が、こないの、これ、これで殺します。はい、嬉しい、あ、でも1位近い、1位近い、ガトリングでみんな死んでくれるんじゃない、うわ、みんなキラー持ってるやつらずるい、
今すぐ死ね。キラー持ってるやつ今すぐ死ね。今すぐ、うわアイテム頼む、キラーじゃなければ死ごるな。いけ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 、一発逆転、一発逆転ある。ホモピを殺せ。そう思う、あいつ、うわ待て、ちょっと待って、ちょっと、うらまだいける、まだいける、まだ参る、まだ戦える。あれでもあいつキラー持ってんの、つい強い強い強いて強いて強いて、いやーでもいい、いいんじゃない、いいんじゃない。銃どう、これどうだ、うわーここどこどこどこ、よーしよ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 し、おい二神頂上決戦行こうぜ。トリッピーさん、なかなかやるようですね。二神頂上決戦来たか、マリカーで神と呼ばれた男たちの戦い来ちゃうか。レインボーロードだよな、当然最後は来たか、頂上決戦来たわ。いやー懐かしいよ、お前とまたこの地で争えるとはな。トリッピーや、やりやしょうか、わしらの殺し合いじゃ。さあ始めようか、最後はランダム。うわビッグブルー、あーここはちょっとね、いいね。ここマジどうなるかわかんないよ、ビッグブルーどうなるかわかんないね、ここね。さあ始めましょうか。いや俺が勝つんだ、俺が2位につけてるの、マジでかい、これでかいでかいでかい試合、これはかなりでかい、これは俺が優勝するんだ、このフル戦でいけるぞゴリラ。さんざんクソでかたいやべつを舐めてきたやつらを見返せ。お前がゴリラだと思って侮辱してきたやつらたくさんいるよな、じゃあ見返してやろうぜ。痛い、いやでも最初はオールオーケー、最初はオールオーケー、オールオーケー。だってアイテム少ない、もしかしてアイテム少なかったらアイテム切るタイミングめちゃくちゃ考えた方がいい可能性ありますね。ありますあります、はい死にます、はいやばいで、いやでも全然 OK、 全然 OK、 オールオーケーです。オール、あーオールオーケーじゃない、やばいこれやばす、やばくなったわね、これはちょっとね。いやここから巻き返していこう、なんだって俺は何発、やばい、アイテム1個しか取れないのにスター。いやでもここから今度キラーが出やすいから大丈夫、大丈夫やて、大丈夫やて、愛の天使やんいや大丈夫、心の中の、心の中の関西人を信じろ、心の中の関西人信じていけ、アイテム欲しいから飛び立っとこう。オッケーオッケーオッケー、一回落ち着いていこう、落ち着いていこう、落ち着いてダブル取ります、はいオッケー、はいオッケー、お前がうまい、一番お前がうまい、もうキラー使おう、もうキラー使った方がいい。いやでアイテム交換をできればしたかったんですけど、そんなことは、ね、欲張り、そんな欲張りなことをしちゃいけない、俺はここで終わるのか俺はこんなところで終わる器じゃねえ。愛の戦士さんめちゃくちゃ離されてますけど、これ大丈夫だ、こんなの離されたうちに入らねえ、即使え即使え即使わないともう未来はない、でキラーここで切れてくれ、切れてくれないと未来がないんですけど、やばいそれはやばいね、やばいよ、それはちょっとまずくなったわね。キラー来い、キラー来い、キラー来て、キラー来ないじゃん、やだ、俺は頂上決戦したかったんだ、俺は頂上決戦を、なんで、ああ苦しい、俺は何位まで落ちたんだ、俺は何位まで、でも3位、え、でも3位なの、おいウェイ、こういうこと、わかる、わかるか、お前ら、俺はよこんなにドベの方の順位取ってもよ3位なわけ、でもトリッピーえぐいっすね。いやーでも勝ちたかった、今チャンスがあったのに無駄にしちまった、全部無駄にしちまった、いやー悔しい、このルールだったら勝てた、このルール面白い、いやこのルールバカおもろいじゃん、これでいいじゃん、もうフレセン、もう俺これ以外出たくない、このルール以外フレセン出たくないよ、このルールにしよう、このルールなら可能性あるよ、俺だって、俺にだってゴリラにだって赤子にだって猿だってチンパンジーたちにだってみんなねチャンスがあるんですよ、このルール、神ゲーだ、ありがとう、マリオカート面白すぎ、嬉しい、俺はこんな神ゲーができて、いや今回はねまあ1位にはなれませんでしたけど、愛の戦士これなかなか3位っていうのね、かなり頑張ったんじゃないでしょうか、といったところでまたね、DLC 多分3ヶ月後ぐらいに新しいコース3つぐらい多分追加されると思うので、またそちらでお会いしましょう、お疲れ様でございました。